ちゃっただろうな。はい、全国の皆さんおはようございます。おはようございま す。さあ、クックパッドライブをね、ご覧の皆さんということで、スーパーダゴンジャンカイトです。飯島ハヤテです。フォロー兵馬です。フォロー兵馬です。今回はですね、ここに来ているんですが、スパダラキッチンステージと題し、俺たちの料理スキルがレベルアップできるように料理上手に見えちゃう調理方法や技に挑戦していく番組です。今回も番組を通して一番かっこよく料理できたメンバーを視聴者の皆さんに選んでもらいますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、タイトルコールから始めていきます。はい、いきますよ。せーの、スパダラキッチンステージ。ね、皆さんからも、ね、コメントが届いているということで、まずは、ね、コメント読んでみましょうか。はいってコメントが来てます。ありがとう。よっよっ、かわいいね。ありがとうございます、ね、もううまい。あ、もううまい。ありがとうございます。もうやる必要ないんですけど、これ。はい、もうね、ありがたいですね、はい、ありがたいですね。パチパチパチ、はい、頑張れってコメントみたいな、ね、盛り上がってますね。はい、頑張りますね。まあね、皆さんコメントね、引き続きちょっと投稿していただけたら、僕らも拾うとき拾うんで、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、お待たせしました。今日作る料理の紹介でございます。それはこちら、スイートチリナシゴレンです。待ってました。はい、今回は暑い夏にぴったり、インドネシア発祥の料理ナシゴレンを作っていきます。ゴレン、ゴレン、ゴレンです。はい、まあ皆さん食べたことはないんですか？ないです。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 僕はあるんです。はい、まあ僕大好きでね、結構インドネシアの料理とか。これは期待ですね。そうなんですけれども、はい、早速ね、今回ですね、レシピカードの方も販売行いたいと思いますので、はい、後ほど写真も紹介するので、お楽しみに。はい。そして今回もですね、ゴールド会員限定のスペシャルタイムでは、視聴者の皆さんに投票してもらって MVP を決めます、うん、見事 MVP に輝いたメンバーにはなんとご褒美もあるみたいなので、おー、はい、欲しい。頑張っていきたいと思います。はい、さあ、前回からですね、少し企画がリニューアルしているということで、今日の MVP 投票に参加してくれたユーザーの中から抽選で5名様に、うん、俺たちからありがとうのメッセージをお送りしたいと思います、うん、はい、この機会にゴールド会員になってスペシャルタイムで MVP 投票に参加してください、うん、では手を洗ってください。はい、さあ、メッさあね、やっぱり料理はですね、はい、生物を手で触っていきますので、はい、しっかり手を除菌して洗って、雑菌をね、倒すことで、雑菌を倒すことで、しっかりとね、料理をねする準備になりますので、はい、忘れないでくださいね。はい、はい、ここ大事です、はい、ここが一番大事です。一番ですね、はい、やっぱり健康第一なんで、はい、はい俺のさっき誰も拾わなかったメスっていうのちゃんと拾ってくれたんですね。嬉しいですね。はい、さあ、はい、弱火でね、手を洗っていきます。弱火で、はい、炙ってるんですか？弱火で手を洗っていきます。すごっ、いいですね。新しい、すごい新しいな。新しいですよね。さあ、ハイさん、出番です。じゃあ僕はちょっと強火で。おっ、はい、強火で。おー、大丈夫ですか？ちょっとカメラさんね、これ皆さんも真似しないでくださいね。手を洗って弱火でお願いしますね、はい、お願いします。さあ、早速ですが、僕じゃあちょっと取り掛かりたいと思いますね。じゃあ腹綿を取り除いたここにエビがございますので、こちらのエビの方ですね、腹綿カラクリングで使って洗っていきたいと思います。腹綿、腹綿って言ってるよね。手綿ね。はい、さあ入れていきましょうね。これ大事ですよ。ジャン君の服装プーさんやだって。確かに言われてみれば。確かに。エプロンがちょっと黄色で存じなかったので、ね、赤い服着てしまいましたがね。そんなこともありますよね。プーさんや。プーさんだ。プーさんと料理するんだ今日。今回はね、ちょっと工程が多いということで、はい、皆さんも手分けしてどんどん行きましょうか。あ、そうそうそう。はい。はい、そうですね、続いて野菜を切っていきます。玉ねぎとパプリカです。すごいですね、私隣でキュウリ切るんで、はいはい、これは1センチ幅の角切りまたは粗みじん切りにします。します。お、贅沢ですね。贅沢です。贅沢かは分かんないです。はい、さあ、美味しそうですね。そろそろ、そろそろも何もないでしょ。美味しそうですね。すごい。何が見えてるんですか？エビが見えてますね、今目の前に。さあ、これぐらいでいいですかね。やばい。大丈夫大丈夫。何も見てないぞ。ね、大丈夫ですよ。何も見てないですね。何も見てない。どうした？どうした？ええ、どうした？ああ、どうした？
あ、なんかあれ、うん、どうした、なんだ、あんま言うこと聞かないタイプのキュウリなんだ、ないですよね、どうした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 、さあ、キュウリが切れました。そうでしょ、そうなんですよ、今回はなんとね、キュウリがキュウリこのように切れていくっていうね、これちょっとヒョウの MVP 確定だな、やばな、ちょっとキュウリ切られるとは思わなかった、そうね、ちょっと先手取られたな、うん、なんかあんまそういうイメージなかった、ね、すごいひどい配信です ね、 ね、そんなことないですよ、自信持ってください、ね、記憶してる、ね、あの人でもあるかそうですよ、はい、はい、いや何も開けません、先陣切ってますから、はい、じゃあこの3人接点はありますか、ないです、ないですね、はい、始めますね、今日初めましてやったんですけど、はい、やってるんですか、やってないですね、はい、そうです、始めまして、ソロだったんですね、ソロアーティストの方、はい、はやとさんは、僕はですね、あのソロです、僕グループです、なんていう名前、なんていうグループですか、ジャンカイトです、ソロやないかよ、ジャンカイトのどっちの部分ですか、トです、何人組なんだろう、すごい6人ですね、ジャンカイトにしっかり分けてます、そうなんですね、ちっちゃい矢の人大変ですね、そうですよ、結構あのやっぱ力量っていうか力関係変わってくる、身長ちっちゃいですよ、レオって言うんですけどやっぱ矢なんで、はい、ちっちゃいです、なるほど、はい、じゃあちょっと後ほどパフォーマンスも、はい、はい、見せていただいて、もうちょっとぜひ LINE とかやってれば交換、あ、無理です、こっちでやってないんで、やってないんか、スナチャとかは、あ、やってないです、ツイッターとか、あ、何もやってないです、インスタとかはやってないです、すごいですね、アナログです、はい、はい、さあ仕切り直すなあれ、皆さんも、あ、まだ林さんが切ってますね、僕はね、今玉ねぎを切り終えたので、はいはい、続いて、はい、あと1時間でちょっと、はい、あと1時間でパプリカを切りたいと思います、ちょっとゴールドカインの黒のみになっちゃいますねこれ以降はすいません、すいませんね、急に早口でなんかマックしたってさ、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 困ったらさって言えばいいでしょ、そうだね、さ、さね、チキンもね、手でチギチギできるって、はい、チキンも何を言うてんの、今チキンもつって、レタスって言わない、今チキンもって、皆さん VAR お願いします、今言って、絶対今チキンもって言いましたよ、本当ですか、え、言ってよ、言ってよ、言ってよ、いや、今言ってたよ、え、チキン嘘でしょ、俺が嘘でしょ、俺が嘘でしょ聞きたいよ、チキンに見えてたのか、ほらほらほら、え、めっちゃチキンって言ってるよ、え、チキンもねって、チキンなの、うん、これは早いじゃないしね、これは、はい、じゃ今日からチキンです、これチキンなんですか、はい、そういうことです、はー、僕はもうヘルシーですね確かに、そうだ、これチキンだと思えば、そうだっす、確かに、そうだっすそうだっすそうだっす、いやー、パプリカいい色だな、やっぱそうですよね、やっぱいい色だね、ハヤタ結構料理では色を重視してた、ね、大事です、はい、好きだもんね、赤大好きです、赤い料理しか基本食べないですもんね、そうですね、だからもう本当トマトとかトマトとかパプリカとか、はい、ケチャップとかケチャップですね、そうなってきますね、はい、イチゴとか、そうですね、赤以外食べないです出んなよちょっとね、ナシゴレンなのって言って、ああ、トマトも、あ、そう、トマトもあるじゃん、トマトね。なんですか。トマトは。トマトね、好きですか。好きですよ。あ、まあ赤ですもんね。はい。もちろん。という間にパプリカ切り終わりました。はい。じゃあ僕は後で。なんですか。後で、まあ、また違う工程をやりたいと思いますね。はい、じゃあもうやらせない。やらせないです。禁止です。マジか。はい。お、卵。卵、はい、こちらでね、卵焼きを焼いている最中ですね、目玉焼きでね、目玉焼き卵焼き作るんですか、単身天津飯を今から作りますね、ボロボロやん、単身飯を作りますね、ちょっとなんか寂しいですね単身なんですね一人飯みたいな、確かにね、はい、はい、このソース作っちゃっていいですか、うん、いいですよ、はい、作りましょうよ、私のやつかな、まず、あ、そっか、うん、さっきの、じゃあ俺、うん、まあいいか、俺作っちゃう、俺やるか、はい、オイスターソース、レモン果汁、ケチャップ、砂糖を混ぜ合わせていきます、はい、全部ね、入れます、うん、
ちゃんと3つ綺麗に焼けてます。あともう少しですね。はい、そこはいい感じにね。いいね。僕すごい卵好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい、卵、卵、うーん、なんか思い出とかあるんですか。はい、卵と思い出とかある。まあいろいろあるよ。その両親が結婚したきっかけも卵なんですよ。え、両親が卵なんですか。両親が卵なんです両親が卵なんです。だからか、なんか卵っぽいよね。卵なんで、確かに、まあ、親からもそういう教育と言いますか、はい、卵は絶対みたいな教育、ね、卵の英才教育受けてたんですね。なるほどね、はい、スタッフさん、マジ顔でうなずくのやめてください。マジ顔で優しい、はい、本当に。え、でも卵は好きなんですよね。あ、多分マジ好き。あの、毎朝はほぼ確実に食べてます。それは卵焼き、目玉焼き。はい。何か言ったっけ。目玉焼きか卵焼きか。目玉焼きでも食べる。目玉焼きでもどっちでも食べちゃうの。それは日替わりですけど。おお、日替わりですか。スクランブルエッグ食べないですか。あ、めっちゃ食べます。おお、そうそう、めっちゃ食べてますめっちゃ食べてます、本当に。なるほどね。ここでお知らせです。はい、本日もですね、番組限定レシピカードを販売中でございます。表面には料理の写真、そしてレシピ QR コード、僕たちが書いたメッセージが入ります。はい、そして裏面にはリハーサルの時に撮影しておいた撮り下ろし写真がプリントされています。はい、写真を紹介していきます。はい、まずは1枚目 A ですね。はい、作ってますね。作ってるなっていう。いや、作ってますね、しっかりと。はい、そして B、うん、おお、笑ってるね。はい、ニッコニコ、ね、レアですね、俺は。はい、食べたそうな。ここでしか手に入らないです、皆さん。そうですよ、とってもレアな一枚です。ぜひ、はい、お越しください。きた、うわー、ちょっとあーんやってますね。はい、レシピカードはですね、画面右上のレシピボタンから購入できます。はい、販売期間はですね、明日の21時9時までになってますので、うん、迷ってる方はお早めにどうぞ。はい、そしてただいまですね、クックパッドライブではレシピカード販売数10万枚突破の記念キャンペーンを開催中でございます。なんと2023年1月から6月に販売したレシピカードレシピカードがアクリルパネルになって再登場します。なるほど、はい、アクリルパネルですね。はい、なるほど、すごいですね。ちょっといいですか、ヤマさん、見せていただいて。見せて。これ押しちゃってポチポチ。例えばね、3月のね、写真なんかね、こんな感じですよ。はい、うわ、懐かしいね。懐かしい。3月の時ビジュアルがね、みんな変わりますから。まあね、さすがにね。そう、夏いね。笑ってるね。楽しそうですね。笑ってる一枚になります。これ楽しかったですね。これ結構ね、楽しそうにしてくれてる写真であります。はいはいはい、してくれてる。はい、ね、そう、こういう感じでね、いっぱいあるんで、はい、ぜひ。これ以上ダメ。いや、ダメなんですか。サンプルなんで、ね、サンプルです。誰でも見れます。全然大丈夫です。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい。さあね、購入し損ねたものも、ゲットできるし嬉しい企画となっていますので、お気に入りの写真をね、お家で、飾ってみてください。アクリルパネルの、ね、販売期間は8月31日木曜日までなので、皆さんぜひクックパッドライブの公式 Twitter からチェックをお願いします。はい、はい、ということで、スイートチリソース、じゃあ隼人君作っていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、今日もありがとう。ありがとう、はい、ありがとう。ボウルに水、そしてレモン果汁、いやー、入れるんだね。入れちゃいます。そして砂糖はい、砂糖、これも入れちゃいます、ね、入れちゃいます、ね、砂糖、砂糖大好きです。入れちゃいますか。入れちゃいます。さあ、入れちゃい入れちゃいます。そしてニンニク、入れちゃい、ルンルンルンですよ、これもルンルンルンですよ。はい、そして豆板醤、おもう3台出てきそうですね。はいはい、はい、豆板醤、そして、はい、忘れちゃいけない塩少々、塩少々忘れちゃいけない塩少々、これスローガンですかね、早手の人生の。そうです、忘れちゃいけない塩少々、ね、なるほどね、はい、ちなみに料理を普段するんですか。普段はお母さんの料理を食べますなるほど、忘れてるやん、じゃあ、はい、塩少々、これを何してるんですか。何してる、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 これは勝手になんかちょっと混ぜちゃってます、まあ、それが料理ですよね、はい、ね、
スープを作ってると。違う、スープソースですね。まあ飲んでいただいてもいいんですけど、このまんまソースを作ると。スイートチリソースですね、これは。はい、でこれ混ぜ合わせたら電子レンジで600ワット3分で加熱していきます。はい、3ワット600分600分待つの俺バカじゃん。やだな。さあ、おすごい、もう染まってますね。はい、赤く染まってます。カメラマンさんもほらしっかり抜いてくれてます。そんな、ありがとうございます。わざわざありがとうございますはい、これぐらいかな。ちゃんと混ざってるかな。はい、はい、そしたら、はい、はい、600ワット3分これいきます。はい、お、スタート来ました。始まりました。さあ、ということでここで MVP の過程を目指してアピールタイムのゲームに挑戦します。スパドラワンフレーズゲーム。はい、ルールを説明します。今からお題のワンフレーズを一人ずつ演じていきます。はい、皆さんは僕たちの演技を見て誰に対して言ったワンフレーズなのかを当ててください。はい、まずですね、今日のワンフレーズを発表したいよ。今回は花火綺麗だねです。あ、このセリフを恋人、幼なじみ、後輩、誰に対して言っているのか皆さんもぜひ当ててもらいたいと思います。まずは誰に対して言うのかくじで決めたいと思います。はい、さあ引いてみましょう。こちら、でこれはバーン。ダメだよはい、なるほど、もう知ってるんですね、これもう知ってるね、うん、はい、さあね、僕たちはもうお題を知りましたので早速やっていきましょうか。はい、あ、もうやっていいのかな。じゃあ、ジャンから俺からなんですか。まあまあまあ、この順番でいきますか。はい、はい、では、ワンフレーズどうぞ。花火綺麗だね。あ、なるほど、うん、なるほど、はい、じゃあいきますね。花火きれいだねなるほど、なるほどね、はい、さあ最後はどうぞ。ああ、花火綺麗だね。はいはい、まあ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 、これはもう皆さんね、まあまあまあ、これをね感じてもらうしかないです。感じてもらうしかないですから、はい、皆さんね、僕たちが誰に対して言っているのかスタンプを使って投票してください。はい、これですね。はい、バーン、これですね。うん、わかるんちゃうかな。はい、だからね、この辺も似てますからね、ちょっとニュアンスね、うん、難しいですよね、やっぱ。はい、お、スタート送ってね。お、あ、これ、あ、じゃあスタートしてもらって、はい、投票時間は30秒です。はい、それではスタンプ投票お願いします。はい、いい感じですね。あ、すっごい、あ、なるほど。そうなの。あ、そうきたか。はぁー、お、あー、そういう取れ方もあるよね。なるほどね。まあね、むずいからね、やっぱり。あ、やっぱね、そう言ってる間にスイートチリソースができたんです。さあ、ということでね、投票終わったかな。終わったということで、一番多かったものは幼馴染でした。はい、はい、では、正解を発表します。俺たちが言った相手は後輩でした。はい、後輩とね、幼馴染は結構難しい。難しい、確かに似てるもんね、なんかそのニュアンス。そう、ちょっとフランクみたいな。恋人だったらそれきっぱりもいけるやん。そうそうそう、いや、かなり綺麗だねみたいな、ね、そう、うん、けどやっぱ幼馴染と後輩ってなんか距離感みたいに似てたりもしますからね。そうだね、演技となると。はい、なので、はい、誰のね演技が良かったのかも MVP の参考にしてみてください。なるほど、はい、まあ評価がね9位切ってますから、
濃厚ですよね。キュウリ切ってるのはもうちょっと強すぎますね。そうなの、さすがにね、はい、さあ、セルチリソースができたということで、うん、じゃあ、続けていきますか。はい、はい、こちらの器の方に、はい、スイーツチリソース盛り付けていきます。よいしょよいしょ、いいよ。熱いのでね、気をつけていただいて。そうですね、じゃあ私たちはやりましょうか。やりましょうか。はい、じゃあもうひき肉とね、にんにくをかましていきましょうか。ひき肉です。ひき肉です。ひき肉です。あ、いいですか、先ひき肉です。これひき肉です。これいいですね。まあね、分量ですけど。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。そのままいきますか。はい、はい、じゃあにんにくもありがとうございます。ひき肉です。ひき肉をね、はい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 、ニンニクどうぞ。ありがとうございます。いえいえ、おニンニクです。だっていけるね。はい、いい音。いい音ですね。あー、もういい香りしてる。はい、今中火ですか。中火です。中火ですか。はい、なるほど。強いとね、跳ねるんで、皆さん気をつけてくださいね。そうだね、安全第一ですから、料理は大事。いつかこうね、目の前のブルーの皆さんにこう目の前で料理を作り届けるなんてね、こともね、できたらいいですね。ああ、いいね、それ楽しそうですよね。その時に何作りたいとかあります？なんだ、まあ、卵焼きとかですかね。卵好きだな。卵焼きなんですね。卵焼きですね。作ったことはあります、あります。卵好きなんで、朝。そうなんだ。あれですよ、目玉焼きとかやっぱ作って、卵焼きもですけど、はい、トーストの上にもう分のせですね。分のせなんで、ブラックペッパーとかかけて、食べることが多いですよね。確かに、いいね。確かに似合うね。そうですか。トースト似合うわ。よく言われますよ、うん、トースト顔ってことっすよね。そうです、食パン両親トーストなんで。両親トーストなんですか。はい、それはトースト顔ですよ、ね、へぇ、あ、それがあれか、サンドイッチされてジャンが生まれたんだ。そうですね。すごいな。なるほど、参考になる。ぜひぜひ。あ、そっちのタイプなんだ。はい、へぇ。ちょっとその製パプリカもらっていいですかね。すごい、はい、マンブラも目分ダメですかね。あ、パプリカ、はい、はい、ありがとうございます。さあ、A、B も入れちゃいましょうか。きた、お願いします。さあ、どっこいしょ。はい、はい、よっしゃ。はい、ありがとうございます。塩もね、していくと。いや、楽しみだな。楽しみ、あえて楽しみ。まあ、あえてはね、すごい普段からいろいろ楽しみにしてるもんね。なんなんだ。最近で楽しかったことあります？最近で楽しかったことはやっぱあれじゃないですか、マレーシア。マレーシア、マレーシアはもうなんかまあ初めて行ったじゃないですか。はい、そうなんですね。違うの。なるほど。でも本当、はい、観光とかね、はい、する時間もあってありましたね。まあ、そのモスク行ったりだとか、はい、あとあれだよね、ライブ終わった後も、はい、夜ちょっと街並みをね、夜の街並みを徘徊したりだとか。しかもちょうどこの3人じゃないですか。そうそうそう、ずっとこの3人でした ね、マレーシア。なんか日本ね、記憶この3人しかないレベルで作りましたね。そう、確かに、本当確かにです。確かに連携入りました、はい、いただきました。マレーシアが楽しかったと。そう、マレーシアでちょうどだからこの3人でいた時に、はい、アイスクリーム食べたじゃないですか。食べました ね。そう、マレーシアの、まあ、マレーシアのっていうか、まあ、日本で売ってないなんか M っていうアイスがあって、うん、それがめちゃくちゃ美味しいんだよっていうのをメイクさんに教えてもらって、うん、無事食べれたっていうね。そう、でもさ、なんかも他にも食べたかった。なんか何、あれヒットカット。ああ、だったね。ヒットカットのアイスがあって、はいはいはい、その真ん中に
まあ、普通のコーンがコーンの中に、うん、なんかキットカットがそのまま1本ぶっ刺さっててみたいな、ね、それが結構斬新でなんですけどちゃんと美味しいんですよ。それ結構日本には ないんで、はい、ぜひあのマレーシア行った方は食べてみてください。ということで僕はご飯を 240g、盛り付けて盛り付けていきます。あ、こっちだ。トーマさんありますか、楽しかったほど。僕はね、でもやっぱりあれですね、あのドタキャンしたことですね。あ、出たまあその僕たち3人のね、よく3人でいることが多いっていうのもあるんで、はい、あの LINE グループがあるんですよね、はい、まあ、そこでちょっとこう明日ちょっとハンバーグを食べませんかみたいなことになってまして、はい、そう、まあ、食べようって、特に氷馬がね最初先陣を切って食べたかったんですよ、まあ、なんかねご飯の上にね、そう、まあ、ハンバーグ乗って、そうそうそう、上に卵とかも乗ってね、はい、美味しそうだね、前日に話してて、でちょっと早起きでもしてね、それを食べに行こうと氷馬が言ってくれたので、もう俺と颯もね、はい、そのために準備をして、そうだよ、早めに起きて、はい、グループラインを開いたと、はい、氷馬がね、まあ、その前ちょっとプールに行ったんですよね、はい、プール行きましたね、3人で。でも氷馬も僕エレベーターであったんですけど、もう2分前に起きたみたいな、はい、感じでして、はい、あ、眠そうやなみたいな、はいはい、まあ、でも朝早いしみたいな、ね、しょうがないみたいな感じで、はい、一緒にプール行ったと、はい、プールが非常に、ね、ちょっと寒くて、寒かったね、ものの、10分とかね、はい、しかも現地の方がそれ TikTok をね撮っていまして、はい、現地の方の TikTok にねすごい映り込んじゃうみたいなね事件がございます。映り込みそうみたいな現地があって、はい、まあ、それでね、いろんな事件もありまして、早めに帰ろうということで、はい、あのもう15分ぐらいですかね、はい、帰ったと。で部屋で準備しようとね、準備したわけですよ、はい、で、まあ、その40分ぐらいですかね、経って、そろそろハンバーグ食べようとなって、もう俺も早いと、準備待ったんですよ。そうだよ。じゃあ、ヒョンマからね、LINE でね、ごめん、俺眠いから寝るわ、おやすみ。で、まさかね。LINE が入らして。言い出しっぺですよね、本来は。本来大体言い出しっぺがね、うん、率先してね。なんならもうすぐ先で待ってんのかと思ってる。そうそうそう、もうエレベーターで待って、早く行こうよぐらいがもう普通じゃないですか。いやー、ちょっと眠かったっすね。ちょっとね、眠かったっす。うん、なるほど。MC に勝てなかったと。そうなんですよ。なるほどね。いや、行きたかったんですよ。はいはい、本当はね。そう。でもなんかプール入ってしまったことによって、はいはい、なおさらプールって結構やっぱなんかさ眠くなって疲れるじゃん。まあ確かに体力ね、体力使うからね。朝から結構ね、あ、これは眠いわ、寝るわって思って、もうダメです、ね。なるほど。ね、まあ一応プールに行っちゃったからね。そうなんですよ。そうですよね。それでやってたんですね。まあ、まあ、全然これも使いますよ。まあねね、まあ、これいただけたんでね、はい、結構ね、プールの TikTok めっちゃ多かったな、あれもすごかったですね、はい、まあまあいいですよね、その現地のね、ならではのね、面白かったハプニングということで、姉妹の方ですね、多分あれね、姉妹ですね、次見てたらね、はい、コメント欲しいんですけど、見てたらすごいですね、マレーシア人のね、はい、姉妹の方で、多分日本語は全然伝わらなくて、そうそうそう、やめてほしいですみたいな、で英語もね、なんか伝わらなかったんですよね、英語もダメだったんで、ね、ノーすべがね、ノーつってなんですよ、なかなかめっちゃニッコニコで撮ってくれましたからね、最初に結構遠くの方に移動してくれたんですけども、それでもやっぱ画面の端の方でね、そう、いるんで、だからもうずっと日本語でも、あ、何してない何してないって言ってましたけど、ね、なかなかね、なかなかやっぱ言語の壁といいますか、うん、そうそう、あれだったんでね、僕たちは出る決意をね、そうそう、寒かったしね、そうなんです、はい、そんなこともありけりですね、はい、ありけり、ありけりですよ、すごいですね、日本語の使い方、ありがとうございます。これをね、こうやってグイッとね、はい、僕チャーハンで磨かれてるんでね、磨きのチャーハン、はい、これね、チャーハン、はい、ウェーイ、カメラ抜いたのもう一回いいですか、じゃあ、あ、いいですよ、せーの、ウェーイ、じゃあもう一回、もう一回いいですか、もう一回、もう一回、はい、欲しがるな、もう一回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 、すごいですね、美味しそう、まあ、作り方人それぞれいろいろありますけどね、今日もさんはこれでね、よりうまいチャーハンをね、パラパラにしたいんで、パラパラタイプ、パラパラパラタイプ、パラタイプ、そうはね、パラパラがいいね、パラトタイプ、はい、なんですか、なんですか、なんですか、ちょっと皆さんコメントで教えてください、だけど分かるやつ、成功、何やろ、パラトタイプ、何パラトタイプって、はい、でもうほぼ完成にね近づいてきてますね、調味料ね入れたいね、そうね、そろそろあと本当8割はいってますねこれ、はい、すごい、ご飯に焼き移りできたらそろそろ、はい、このね先ほど今日も作ってもらったあの調味料、はい、これをちょうど半分ずつ入れてもらって、はい、じゃあ僕はちょっと焦げ目結構ついてるんで、もう入れちゃって、ね、あ、入れちゃいますか、はい、どうぞ、じゃあまあいい感じね、半分をこれですね、すいません、
そっちの方にですか。隠蔽しない。はい。隠蔽しないと。隠蔽しないとって言うと隠蔽にならない、ね。そうなんですよ。ああね。内緒でやる。確かに。はい。そんなんね。はい。これ全部いっちゃう。あ、絶対です。うわこの匂い。なんか伝わんないのに。ね、なんかそのキャンプ来てるみたいな感じの匂いですよね、一瞬でね。そうかな。そうでもないよね、これ。皆さんね。そうだね。食欲そそられる匂いでいますか。そうそうそう。はい。うん。いや、これ伝えたいな、この匂い。伝えたいですね。どうしよう。どうすればいいですか、皆さん。コメントで。コメントでお願いします。ぜひぜひ。はい。教えてください。いやマジでいい匂いする。いいな。おいしそう、ね、音で伝わってるようだって。確かにね。いや、音じゃには伝わんないっすね。つえろ。そこはちょっとね、封筒に入れて持ってきてください。どういう食べ方をするんでしょうかね。封筒に入れてってね。まあ人それぞれですかね、食べ方は。すごい大工程。はいはいはい。やっぱパプリカがいい味出したんですよね、これね。確かにパプリカ入ってることによって全然違いますよね。いいですね。パプリカがないとやっぱそのなんだろうな、チャーハンに似てると言いますか、うん、ニュアンスになりますけど、パプリカ入ることによって一気にこの海外感と言いますか、出ますよね、日本っぽくない感じが。なるほど、ね、パプリカ最高。パプリカ最高。うん、すごい。さあ水気がね、飛んできたんで、もういい感じかな、うん、いい感じですね、なかなかに、はい、なかなかにいい、なかなかにいい感じですね。なかなかにいい感じで、はい、パプリカご利用し、草草ってどういうことですか。草、あ、だからちゃんとあの、あのあれですね、多分、はい、あのベジタリアンの方なので。なるほどね、はい、なるほど、野菜が好きと。そうです、語尾に草が。なるほどね、はい、さあこれじゃあ盛り付けますか。お、行っちゃいますか。盛り付けですね、行きましょう。どうもいいですか、すいませんね、はい、失礼します。いいですよ。うまそう。一応よりで、それラーメンのやつですね。なるほどね、はい、さあね、なんかちょっとこの、まあ、匂いもですけど男飯感ありますよね。そうでもないですか。すいません。さあ、さあ、ね、盛り付けてみましょうか。盛り、盛り盛りで、盛り食べ。目玉焼きめちゃくちゃ綺麗ね。エビちゃん。そうです、エビちゃんですよ。エビちゃん、いいな。羨ましいですか、あえてさん。いいな、いいな。これね、難しいですね、糖分がね。例えばどっちかをもう一人分残すとかでいいんですけど。あ、それはでも、うん、まあ、そっちへ残す、それもありそうですけどね。はい、こっちもまあちょい残しつつで、なんでもこっちは結構多めに。ごめんなさいね、熱い。いい感じですかね。あ、どうぞ。熱いね。焼き卵をじゃあみたいなことですね。じゃあちょっとね、盛り付けもちょっとね、ゆっくり丁寧にやっていきましょうかね、これね。丁寧に。そうですよ。じゃいいですか。いやー、出すよ。本当ですか。はい、もちろん。ああ、上にね、これそーっと置きます。はい、そしてね、ここに皆さんがもうほら、はい、氷馬がね、あんな切ってくれたキュウリもございますんでね、うん、はい、これ盛り付けていきたいですね。これがありましたね。うまそう、うまそう。さあ、ね、盛り付けた状態はこちらですね。うん、美味しそう。いいですね。いや、もうお腹空いてきますね、これはね。お腹空いてきた。うん、もうずっと腹減ってます。わかります、はい。俺ちょっとこれ諸事情なんですけども、うん、最近ちょっと食欲がなんかやばくて。やばいっていうのは、例えばもう昼とかにじゃあカレー食べます、うん、でなんとお米どっちも食べますみたいな、はい、結構多めに食べますと、はい、そしたらその2時間後にはちょっとラーメン食べたいみたいな、はい、例えばラーメン食べます、はい、で夜飯食べるじゃないですか、はい、夜飯食べ終わったらまたちょっと夜の食べた後にちょっとなんか例えば
お茶漬け食べないなとか、はい、3時間おきぐらいにご飯食べたくなっちゃうということで、なるほどね、はい、そんな時には皆さんクックパッドを覗いて、いろんなメニュー載ってますので、ね、そこでぜひ料理を作っていただいて食べていただけたらなと思いますよ。はいはい、ちょっとさあ、おそのまま食べるんですか。あ、なるほど、ちゃんと2人とも、はいはい、どっちも食べたいからね。まあおかわりってね、そこ残ったらね、ちょっといただきましょうか、余った分は。はい、よし、はい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 、お、野菜もしっかりとね摂取して。野菜大好きですから。野菜大好き、はい、キュウリすごい。僕ね、昔野菜苦手だったんですよ。結構知ってますよ、去年とかまで知ってますよ、はい、でも最近本当ここ、うん、今年になってもう1ヶ月前からかな、うん、2ヶ月前からかな、2ヶ月前ぐらいから僕あのバイキング、この間例えばあの大分のバイキングもそうですけど、マレーシアもそうですけど、自分でそのまま野菜取るようになったんですよね。へえ、旦那ちょっとね、マジ成長だね、はい、成長してきましたね、はい、さあということで、この話をしましたら完成したということで、はい、これでスイートチリナシゴレンの完成です。はい、イエーイ、うわー、おいしそう。美味しそうですね。美味しそう。これちょっと後で載せたいな、みんなのストーリーにね。面白かったやつと携帯。あ、そうそう、じゃあ、はい、まずこの後からですね、ゴールド海賊で限定のスペシャルタイムになるということで、作った料理のね、これも食べます、試食と今日の MVP をね、視聴者投票で決定します。はい、はい、投票するとですね、配信の最後に僕たちからありがとうのメッセージがもらえます。ありがとう、ゴールド会になって投票お願いします。また MVP 投票にはメールアドレスとアプリユーザー ID の入力が必要になります。ユーザー ID の閲覧方法ですが、アプリトップの左上のボタンを押してメニュー画面の一番下に行くと数字で表記された ID 番号が記載されています、はい、今のうちに確認しておいてくださいね。ですね、次回の配信は、はい、来月9月30日土曜日を予定しています。土曜日です、皆さん。そしてですね、次回はスパドラプロデュース企画ということで、はい、スイーツを作って販売も行う、はい、スペシャル会の予定でございます。なんだ、はい、ハロウィンをイメージしてハロウィンをイメージしたセットになってるのでお楽しみに。それではね、また来月も見てくださいよ。せーの、さよなら。さあ、ということですね、スペシャルタイムになりました。おー、すごい、めっちゃ嬉しいやん。もう今日もね、大好きなスペシャルタイムはね。さあ、残ってくれた皆さん、ありがとう。ありがとう。では今日はね、ありがとうね、ありがとう、今日ありがとう。ここはですね、今回の MVP を決めたいと思います。さあ、 MVP 投票タイム。今回料理の完成に向けて一番貢献したと思うメンバーに投票お願いします。うん、MVP はご褒美に締めのデザートがゲットできます。うん、はい、そして前回から投票に参加してくれたユーザーの方の中から抽選で5名様に、配信中僕たちからのありがとうのメッセージをプレゼントしていきます。おー、ということで投票方法は今から出すアンケートフォームにメールアドレスとアプリのユーザー ID を入力、そして投票したいメンバーと番組名を選択してください。そして呼んでほしいユーザー名も一緒に入力してくださいね。制限時間は今から1分間です。投票お願いします。では集計の間に俺たちは手を洗って試食していきたいと思います。はい、ここが大事ですね、やっぱゴシゴシヘンズということで、はい、大事ですね。今日もね、もうあの本当に手洗いが上手ですからね、これ見てください、ね、この滑らかな手洗い、すげえ。無駄がないですからね、隅から隅まで、うわ、これタットかのようなね、手洗いですよ。素晴らしいですね、はい、すごいですね。そう、しっかりね、洗っていくと、素晴らしい。はい、ってよね、はい、どうですか、手洗ったことありますか。まあ、なんか幼い時に1回だけ。何歳ぐらいの時。何歳、なんか4歳ぐらいの時に。あ、じゃあ本当十何年ぶりと。そうですね。え、これってあれですか、はい、あ、上にかざせば水が出ます。上にかざす、あ、なるほど。で、あ、怖いですよね、水触れて大丈夫ですよ。あれやさあね、はい、まあ、それだけで OK です。ええー、ですけど、はい、あ、すごい、うん、すいませんね、僕じゃあいただきます。いただきます。お前自由すぎだ。お前自分しか。すごい、まるで配信されてないかのような。
友達に家来たね。すごかったね。先食べとくね。お、もう肘まで洗っちゃってもいいですよ。え、本当ですか。さあね、ありがとうございます。はい、さあ、どこ洗うんでしょうか。さすがにね、お手手のみですね、はい、面白くねえ。ええ、そんなん言われてそんなん言われてもつまんねえ。ひどい仲間。面白かったよ。あれマジで、うん、やった。ふーさんみたいだし、はい、今度かわいい。ふーさんだから面白いわ。かわいい、うん、やった。さあ、水をね、閉じて。ふー、あ、俺も持ってかねえ。よいしょ。いやー、楽しみだな。今日中に食べていいんすもんね、これね。こういうことやん。え、いつ食べんの。いやー、さあ、あ、した。 iPad 持ってきました。あ、僕持ってきましたよ。あー、そっかそっか。じゃあ、ありがとうございます。お願いしますね。ありがとうございます。さあ、ということでね、ここね、3人席ついたということで、はい、じゃあ行きましょうか。せーの、いただきます。さあ、いただきしょっということで、でこちらですね、今回お冷や用意してもらってます。ありがとうございます。ちょっと氷河がもう本当にお冷やっこですから。いや、もう何ですか。お冷やっこ。冷ややっこみたいな。ありがとうございます。さあね、じゃあ食べていきましょうか。はい、うまそう。そうですね、ソースを、うん、そうそうね、じゃあかけますか。どういう食べ方がね、いいの、うん、ね、これちょっとベーシックおすすめありますか。まあ、これもうバーってかけていいですかね。ちょっとずつかけるのがやっぱいいらしいですね。様子見ながらですね。割とね、かかっちゃいましたけど、まあ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 、はい、美味しいですからね。やりましょう。いきます、ありがとうございます。いただきます。うまそう。いや、やっぱね、はい、はい、はい、もちろんね、ご飯屋さんで出るご飯もありがたいですけど、こう自分で作るね。さあ、いただきます。さあね、力食べようかな。どうですかね、おばさん。うんま。マジっすか。うまい、超うまい。うまっ。え、うまっ。うまっ。うん、いいね。な、刻まれた野菜がね、食感をちゃんとね、わかる。パプリカの食感が生きてるね、うん。エビもね、絶対美味しい。エビ絶対美味しいよな。うわっ、超美味しい。プリップリなんですけど、うん、どうします、これ。どうする、どうする。美味しい。うん、味付け完璧だね。うん、うん、このチリソースのちょっと甘辛い、うん、甘ピリッとした感じ、うん、すごい好きですね、僕。わかる。やっぱその辛いだけじゃなくて、やっぱスイート入ってますね、ちゃんとね。そうそうそう、だから食べやすいし。確かに、うん、なんか結構エスニック料理っておいしい。そう、なんか結構癖がある料理とかもあるから、うん、こういうなんかちょっと甘辛っとした、まあ、あのそれこそパクチーとかもね、うん、入ってないですから。本当だよね、食べやすいです。確かに、うん、ハヤテ結構エスニック系好きだよね。大好きですね、うん、ガパオとか。ガパオマンガイスのイメージある。そう、今日もね、実は昼ガパオ食べたんですけれども。え、嘘、本当に。いや、本当、実はマジか。じゃエスニックな日、今日はエスニックデイ。エスニックデイなんですね。エスニックデイです。それも普通に食べに行こうで食べた。偶然あったから。偶然ですね。へ、うん、本当なんか好きで気づいたら本当ガパを食べてました。そうなの、はい、でも会話がホテルで3人でいる時や。確かに。なるほどね。いや、うわ、卵の半熟具合完璧です。よかった、うん、完璧、超うまい。もう、うまっ、全部がいいですね。もう完璧です、うん、組み合わさりがうまい。組み合わさりね。うん、うまっ。うん、美味しいね。うん、もうね、たまに無言になっちゃいますけど、それぐらい美味しいってことですからね。ごめんなさいね、うん、表情で伝えます。うん、美味しいんだよ。うん、美味しいな。超いいね。やっぱこの感じ、エビすごい相性いいから、なんか魚介系他に入ってても美味しいかもしれないですね。ホタテとか、うんうんうん、っていうか結構すぐ作れたくなる。うん、確かに早い。そんな時間ね、うん、かかってないよね、うん、そうだね。
それこそ今回は3人で分担しましたけれども、うん、1人でも多分作れますもんね、全部簡単に、うん、なんかこのクオリティの割には早いと思いますけどね、うん、本当だよ、うん、おいしい、うん、うん、うん、おいしいな、作りたい、ぜひ、うん、うん、土曜日作るね。土曜日。なるほどね。うん、美味しい。いや思いますもん。僕毎回クックパッドさんがこう作るじゃないですか。日本の料理を。これ全部もう例えば友達が家来た時に振る舞えるようになったらめっちゃかっこいいですよね。うん、完璧ですよ。確かに。めっちゃできる男ですよ。本当ありがたいです。ね、はい、うん。僕たちですらね、このもう。書いてある文章を読んでできてるわけじゃないですか。そうね、まあ、皆さんも絶対できるんでね。確かにいいですよね。ほんと、うん、辛いの苦手でも食べれる。全然食べれない、ね、辛そうじゃないですから。そうそうそう確かにね、辛いの苦手な方もいますからね。確かにね。逆に辛いの得意な方とかなんか豆板醤入れたじゃん、うん、あれを多めにするとか良さそうじゃない。確かに、それぞれお好みのアレンジをね。確かに、うん、うーん、うまい。確かにこのスイートチリソースもだからもっとチリソースの分量とかも変えて辛くすることもできますからね、うん、確かに。やっぱりこれはあのクックパッドさんのね、特に推薦のレシピですけども、そこにそれぞれのねアレンジとかね、そうあれば無限大ですから。本当、うん、お、うん、一回水飲みます。はい、お待たせしました。集計結果が出たようです。お、今回のスパドラキッチンステージ栄えある MVP に輝いたのはヒョーマです。やっぱクーリッシュー。さあいいんですか。さあ、うわ、うまそう。あ、いただきます。これが、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ3人で食べてください。3個ありますよね。いや、違います、もう3個ありますよ。 MVP にね、さあ、ということで、ごちそうさまです。はや、違う違う違う、情報が多いね。違う、はい、あ、そうですね。いいですか、MVP、僕の、はい、贅沢タイム入っちゃって。食べましょう。すいません、いただきます、うん、水飲むわ。一回ね。一回ね。リセッシュ。リセッシュ。リセッシュ。何それ。ちょっと危ないんでね、リセッシュして。体に良くないんでね。はい。リセットですね。はい。お。え、これなんだろう。一回ちょっと食べておください。確かに。これ絶対バニラだよね。お、予想はバニラと。さあ。なんだ。大体みんなそう言うからね。これ絶対バニラ。本当。お。ん？なんですか？いちご。嘘つけ。うわ、おいしい。やられた。バニラ。バニラ、ね、めっちゃおいしいです。バニラも染み渡りますね。絶対おいしいよ。違いないんだから。おいしいね。あ、なんか一緒の話変わりますけど、アイスでさ、杏仁豆腐アイスわかんない、わかります？あるよ。知ってるよ。あれおいしい。あれよね。最近ハマってる。あ、そうなの。はい。じゃあ次お願いします。おいしい。お。お。うわ。なんですかそれは。なんだ。わかるよ。めっちゃ食べたことある味なんだけど。なんだ、フルーツですか？なんだろう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。いいよ、いいよ。はい、いいですか？はい、どうぞ。え、ちょっと待って。え、待って待って、わかる。絶対わかる。待って。パイナップル？え、違うかない？あ、待った。違う。え、ちょっと待って待って。当ててよ。ドラゴンフルーツ。ね、待って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 。いいよ、いいよ。はい、はい、はい。なんだこれ。うまい。ね、わかるよ、わかるよ、わかる、わかる、わかるよ。このスッキリ感。パイナップル。当たった俺。パイナップル。パイナップルです。え、違う？違う？なんですか？
トロピカルフルーツですって。なるほどね。あ、だと思った。だと思った。三つ目もせっかくなんで食べますか。うん、これはなんだそれ。抹茶？抹茶みたい。ね、抹茶か、ピスタチオか。か。これ絶対メロン。メロン。美味しい。美味しい。普通にさらっと食べてますけど大丈夫ですかこれ。いいんですよ。すいません。仲いいんでね、分け合いですよ。ありがとうございます。あ、めっちゃメロン、めっちゃメロン。うわ、もうね、アイス、あ、めっちゃメロン。アイスを挟んで、すごいね、一回ね、甘いアイスを食べて、うん、またもう一度戻る、ナシゴレンに戻る、うん、素晴らしい。うん、僕も戻らなくて悔しいですね。え、うん、食べちゃった。ダメです。ダメですか。お金もありますけどね、それまだね、取りたいところですけど。うん、美味しい。うん、さあ、いいですかね。じゃあ最後にですね、今回の MVP 投票に参加してくれた方の中からですね、抽選で5名様にですね、うん、ありがとうのメッセージをお届けしたいと思います。うん、MVP の方はですね、3名、その他の方は1名ですね、うん、メッセージということですね。はい、じゃあ、僕からいきますね。いくみさん、僕いきましょうか。誰ですか。え、投票ありがとうなんですね。あ、僕が言っちゃっていいですか、全部。じゃあ、いくみ、いくみさん、投票ありがとう、ごめんなさい。名前呼んだだけだよ。なるほどね。うん、はい、僕ですね。はい、小宮さん、投票ありがとう。そして MVP なので3名ですね。はい、はい、じゃあ1人目、彩香さん、投票ありがとう。続いてマリさん、投票ありがとう。ありがとう。うん、そしてモネさん、投票ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。うん、いやー、美味しいね。いいですね。美味しいね。染み渡るね。うん、あ、もう氷河もね、続いて完食してますが、はい、はい、もうそろ完食ということで、うん、あっという間ですね。はい、いいですね。はい、さあ、ということで皆さん、あの投票ね、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんね、投票ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあね、スペシャルタイムも、そろそろもう本当にですよ、これは。うん、お別れと、なるということで、ひもさんどうでした。はい、バイバーイ。さあ、もうちょい後にしたいんですけどね。はい、どうでした。いや、でも、初めて食べたんですよ。はい。ナシゴレン。ナシゴレンね。で、まあ、なんか想像してた味通りでした。なんか元々美味しそうだなと思ったんですけど、はいはい、なんか本当に、なんだろう、日本人にも馴染みやすい味だし、うん、なんか、ご飯が進みますね。確かに、ね。おかわりしたくなる味付けで。確かに。エビもめっちゃ美味しかったですし、うん、ぜひ家で作りたいです。はい、そうですね。思ったらしいですね。ありがとう。投票ありがとう。そうなんだ。はい、ではどう？僕はでも本当に最初言ったようにエスニック料理大好きで、うん、でもやっぱ自分で作ることなかなかないので、でましてややっぱナシゴレンとかは結構なんだろう、今日初めて作ってみて、すっごいやっぱ自分が作った分そのなんか美味しさもアップするみたいな、そういう経験になったので、皆さんも簡単に作れるのでぜひ頑張って作ってみてね。はい、イエーイ。さあ、ということでね、この3名でお届けしましたクックパッドですが、皆さん楽しんでいただけましたか。うん。じゃコメント見ましょうか、ちょっと。はい、SG めっちゃ楽してんな。はい、作った写真送ってね。うん、はい、イエーイ。素敵でした。ありがとうございます。はい、楽しかった、楽しかった。さあ、みんなね、たくさんのコメントありがとう。ありがとう。さあね、最後までご覧いただきありがとうございました。はい、来月もお楽しみに。それでは皆さん、せーの、バイバーイ。